長野駅が綺麗になります。今改修の工事が行われています。そして新幹線も金沢まで乗ります。ご回線もします。そして中央道が石畳にしました。綺麗になりました。これらをどうやって結びつけていくのかというその考え、現職市長もよくわからない。そして今出ようとしている方、出たいと言っている方もこの点についてきちんと説明してくださっているのか。例えばですよ、小泉の、ありがとうございます、個人的な考えですけれども、長野駅と全都市つながる10年通り、ここを一つの見せ場にする、ここを一つのアトラクションとするような施策が求められると小泉さんは思います。一度ためにした、だからみんな歩いて全都市まで行くではないと思います。ここに楽しみを作っていかなければいけないんです。トップ申請、長野市はもっとトップを発表するべきだと思います。歩道にテーブルや椅子をしてオープンカフェにしてもいいですよという、そういう手続き、国土交通省がトップとして作ってるんです。中央通りはこのような制度を活用していく、そういった武器を出す姿勢を実現していく、これが必要です。また例えば立ち乗りの電動二輪車セグウェイ、アメリカ製、あるいはトヨタの開発しているウィングレット、こういったもので中央通り全国までのちょっと長くて坂道のこの道のりに、お年寄りやあるいは子ども、障害を持った方、そういった方もこのモバイルでマイクロな乗り物を使って観光していただく、そして道道で買い物をしていただく、オープンテラスでお茶を飲んでいただく、それもトップ申請でできます。立ち乗り式電動二輪車セグウェイ、あるいはトヨタのウィングレット、これは現在のところ高速を組むことが禁止されてはいますが、出馬を見てください。セグウェイは公道を走っているんです。これはトップ申請でできるんです。トップだから出馬ができたんです。お年寄りと子供と障害を持っている方、こういうお足の弱い方々のためのセグウェイ公道を走行する実験、このトップ申請、これで長野駅と全国をつなぐ、それでこそ生きる中央通りではないでしょうか。例えばこんなアイディア、どん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 市民の前に出していく、その勇気を他の市長選挙に絡む方々持っていただきたい。これは小泉一馬からのお願いであります。おはようございます。